でかいの。うわっ、お前男だろ、意見やっちまえ。嫌ですよ、怖いし。あ、逃げる。お前だらしないぞ、育児なし、男気なし、根性なし。会長は雲が苦手なんですか。あ、そこに死にかけてピクピクしてる虫が。なんて冗談です。あの人、久中製薬の。トヤス、トヤス。潜れ潜れ、多分ゾンビやけん息しねえでいける。ここは私に任せてください。意識を集中させ、気配をつかむ。うえっ、あ、山梨先輩。すごい、こんな温泉初めて。あ、でも湯船が一つしか。いいじゃない、一緒に入れば。え、昔はよく二人でお風呂に入ったでしょ。そうだな。で、そんなわけないだろ。それこそ小学校に入る前の話。ごちゃごちゃうるさい、もう先に入っちゃうからね。おい、マギル、やめろって。何エッチなこと想像してるのよ。こんなことだろうと思って用意してきたの。今までそのおみ足に踏まれて蹴られなかった、蹴り飛ばされなかった。どうぞ僕を、僕を痛めてください。時間がないんです、ハリーアップ。待って、落ち着いて。落ち着けない、全然落ち着けるわけがない。時間がない、早く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 。足高雲は液中なの。ゆりさん、不快害虫とも言われているけど、人に危害を加えることはないから駆除する必要はないのよ。ゆりさん。あくん。管理人さん、ちょっとお願いがあるんですけど。ぎゃっ、なんてとこに。すごい、怖くないのかな。昨日です。ああ、君が春に新しく嫁になった生徒だね。新しい嫁だと。我が嫁は頭脳、明晰、成績優秀、上司3名、スポーツマンのスーパーハスペック嫁。他の嫁などお呼びでないわ。へえ、そうなんですね。それでどこに惚れて選んだの。メガネ。メガネか。おっと、これは今村さん、突然の告白です。いや、俺の方にお願いします。なんと、工藤会長も続いて告白だ。一体どちらを選ぶのか。おー、工藤会長だ。悪いね、こんなことになっちゃって。残念でした、男です。いやー、そうですか。まさかこんな僕が天下のティンベル会長さんとお似合いだなんて。よかったな、北原。なんだよこれ。だいぶ前にお前に頼まれてた映画のチケット。ああ、そうだった。すっかり忘れてた。待てよ、これは使えるかも。浦部。いける、いけるぞ。なんだよ、ちゃんと喋れよ。苦しいですか、あくん。いや、全然。次は私にもお願いしていいですか。はい。あく、もう少し強くしても。こうですか。そう、落
上手です。変な声出さないでください。今日はずっと誰かに見られてる気がする。何じゃなくて、ここトイレですよ。もしかして今日ずっと感じていた視線は山梨先輩だったんですか？最近会長が君の話ばかりするのだけど、わからない。知りたいの、君にあって私にないもの。調べさせて。少なくとも物理的なものではない。部屋から出ずに1週間はこもれるよう常に備えています。1週間も部屋に閉じこもったらトイレどうするんだよ。それはもちろんペットボトルで処理を。お前、このお茶。いえ、ルシアに出したのはただのお茶ですよ。味でわかりますよね。飲んだことないからわかんねえよ。もちろん、ボトラっていうのは冗談で。頭が痛い。あんな飲み会に付き合ったせいだ。何時だ？遅刻寸前じゃん。な、これなら絶対に遅刻しないだろう。あんたのバカか！真に恐れるべきは有能な敵ではなく無能な味方であるってナポレオンの言葉だったっけ。あー、ゴホン。聞けばここには牙狼族を飼いならした者がいるそうだな。そいつは幹部に引き立ててやる。連れてくるがいいぞ。いかん、シオンがまたイラつき始めた。こいつ殺していいですか？いいよ。てんの、なんの。すみません。はい。こんにちは。このポーズ知ってるぞ。この漫画ありますか？どれどれ。ガッツン愛憎版にスッタンク愛憎版。持ち運べば肩は吹っ飛び腰は爆散する超ヘビー級のラインナップとお見受けする。全部欲しい。犬塚はどこかしら。ペジャ。びっくりした。ごめん、待ったかしら。し、これも電車なんで。何をそんな。あれ、ロミオ君どこ行った？どうしてプリフェクトが。ちょっといろいろあって追われてて。とにかくに、被害者の名前は高見美香、22歳、職業はモデル。現場は被害者の自宅マンション、リビング。死因は鈍器による後頭部の強打。凶器は考える人の置物。そいつはな、俺が真心込めて作った愛のプレゼントなんだぜ。おお、手作りというわけですか。ちなみに凶器からは被告人の指紋が検出されております。あー、バカだ。お前の手作りならベタベタ指紋がついてて当然だろう。お前はうろたえすぎじゃ。何？監督ならもっとどっしり構えとかんか。確かに決勝の博士はかなり頼りなかったぜ。ガッツポーズも誰よりも大きかったしな。さすがに済ましていられるって。なんつうの、例えるなら自分の子供たちが学芸会で演じてるのを見守る母親の気分つうか。あのさ。なんだ。親ってどんな気分。お前まさか子供が。いや違う、まだそういうことはしてない。僕が聞いたのはそういうことじゃなくて、もういつかなんのかね。拍手をすると、サクタが生まれて父さんも母さんも大騒ぎだった。何もかも初めてで不安だらけだった。一度疲れて朦朧とした頭でおむつを替えて途中で寝てしまったこともあったよ。どうせならもうちょいマシなエピソードにしてくれ。何すんの。奴らは匂いに敏感だ。特に女、子供、エルフの匂いには。いやよ、ちょ、こいつ止めてよ。慣れますよ。うわ
起こるとは。なんて素晴らしいんだハンドシグナル。あ、そういえばゆりくん。はい。さっきこんな話を聞いたんだけど、知ってる？何の話ですか？ゆりくんとちさちゃんがお付き合いしてるって話。お、早速役に立ってるな。あのサインは問題発生ですね。ああ、重要なサインの一つだ。ワンちゃんエンターアーグソーパーマシーマシーパーアーグ